はい、こんにちは。ちょっと今日は、角度が違うというかね、スマホがね、スマホがちょっとこれ調子悪いっていうか、なんかデータ、何だったかな、iCloud? iStorageiStorageがいっぱいですとかね、なんかわけのわからんの出てきてね、要は容量が今いっぱいになってもうたからなんとかせんなさいうことで、もう動画も撮られへんでね、んでソフトバンク行って聞こう思ったらね、なんやら予約せんとあかんでとか言われて、そんな忙しいんだら、忙しいとか言って、だから今日はもうどないもできへん、これでスマホで撮れないんで、このいつものこのパソコンのカメラで撮ってます。はい、ということでスマホはむずい、わからん、iStorageがいっぱいということで、んで引き続きね、スータマのおすすめ品、タイムサービス品、ごぼうの飴炊き100円、びちょびちょ びちょびちょ、これはうまい、100円、じゃがいもやね、ちょっとチンしていきますわ、の前にちょっととりあえず呼ばれようかな、飲みたいよ、飲みたいよ、なんかね、ちょっと最近もう不調でね、不調、何喋ったんか全然覚えてへんしね、なんかすることいっぱいで頭もなんかも回れへん、何やってもなんかもう、はい、乾杯、お疲れです。ということで、とりあえずチンする前に、じゃがはさすがにチンせんだきませんやろ。このごぼうのなんや、飴だき。飴で何これ、怖っ。これはちょっと申せたんだった、飴だけやほんまに、なんとも言えねえ、ごぼうは甘く炊いたらあかんやろって話知らんけど、これはお土地変えようかな、これマヨネーズちょっとお土地返してチンしますわ、よいしょ、どこじゃい、
まね、ちょっと頭おかしになってきとるかもしれんね。叫んどったしよ。なんかね、ほんま調子悪いわ。その脳みその調子が悪い。っていうか何これ、飴だきいらんわ。飴だき、ごぼうの飴だきで誰が考えた。飴、甘くはいらんわ、これ。うん。飲んでくるかな、うん、いい加減に熱そうな感じやけど100円。値は安い。ちょっと禁断の塩。マヨネーズついとったか。マヨネーズ。どうやって食べるのこれまず。熱っ。こんな皮も剥いてないのに。じゃがいもどういうこと。うん。これは普通にじゃがいもの味や。こんな食べることないからね。だからそういうことではね、なかなかのいい話や。こんな久しぶりや、じゃがいもなんか食べんの。天神橋はもうめっちゃ種類が多かったけど、そない考えたら当たり外れがめっちゃあるいうことやね。いつも言ってるアビコの玉では全部当たりやからね。まあずっと思ったやつはあれへんからね、今のところ。だから激戦されとるやね。うまいかも、これは。じゃがは画期的や、こんな。やっぱりチンは2分やね。
おいしい。肝心なこと喋ってないんちゃうかな。ちょっとね、なんか今ワクチンがね、どったらこったら言ってね、もうワクチンが始まっとるんかな、ちょっとその辺私よう分かってないんですけど、アメリカとか、あ、そうそう、あのアメリカのね友達がね、もう訴えとったからね、その一応医療従事者や、歯科技工士やから、2回打つんかな、2種類打つんか2回打つんかなんか知らんけど、2回目がちょっと延期になってんねん言うとったね。どっかがどっかの州でなんかいろんな変な病気が流行って、どったらこったら言うとちゃんと聞いてないんやけど、おいしい。塩でいこうか。んで、日本はもう始まってんの、始まるんすかね。そのちょこっと調べたかもしれないですけど、そのワクチンを運ぶね、仕事どやいうのもちょっと来てますね。なんかスーツ着て病院に運ぶらしいっすわ。皆さんはどうされます？打ち派？ワクチン打ち派ですか？打てへん派？打たない派？私はちなみに打たない派なんですよ。インフルエンザの予防接種も人生2回ぐらいしかない、受けた。それも会社やからね、強制的に打っていうことで打ったんやけど、そもそもインフルエンザかかったことないしね。っていうかインフルエンザいう病気も知らんかった。風邪やと思っとったからね。私風邪は引くけど熱出したことない、物心ついてからね。いつも平熱、まあしんどいこともないんやね。寝込むことなんてまずない。
そんだけ健康有料児がね、ある時に、おおって倒れとんやから、人生にどないなるか分からへんけど。だから、コロナのワクチンも多分打たないと思う。怖い。打つ方が怖い。急いで作ったやつなんかろくなことないような気がする。けどそのアメリカの同級生は喜んで売っとったからね。けどこれ、玉での製造者のとこ、店舗の会社名は日本フードセンターで、で、住所がその店舗のある住所にしてはんねんけど、これあかんのん違うんかな。製造してる、その製造してる工場の住所にせんとあかんちゃうん。知らんけど。最近ほんま頭おかしなってるけど、塩も食べたなってるしね、甘いもんも食べたいしね、なんかもう昔と昔に戻ってる感じする。2月の今日は24なんですけどね、この動画がいつ流れるかちょっとよう分からんすけど、今これ速報でタイガー・ウッズがこう事故しよってんねめっちゃ車ボコボコやし、よう来とったな言うて、出血量多かったやて、あれやっぱ怪我してんのか、ほんならてる、命を落とさなかった、命に別状はないがいうことはやっぱ重症なんちゃうのこれ。怖っ。回復を祈るば命に別状ない。でこれまた全然話変わるんやけど、テスラ言うて電気自動車やね、電気自動車のメーカーテスラが急落した言うてね、株がね。
これもみんなめっちゃ儲け取る、儲けはったんでしょこの株で。で急になんで下がったんや知らんけど、もう大損こいたいてね。ああそれでまた話まためっちゃ戻るんやけど、そのアメリカの同級生ね、高いな、ビットコイン、ビットコイン持ってるやつおらんかいてね、ビットコインもなんかめっちゃ上がってる言うて、そんな話してましたわ知らんけど、なんか話がまとまらんね。なんかね、なんかほんまに考え病や。もう、あ、ごちそうさまでした。ごぼうの飴だけはちょっと残します。なんかね、頭がおかしい病。なんかね、なんやろこれ。なんか絶えず考えてんねんけどね、考えすぎ病ないしやんけど、よいしょ、またちょっと頭整理して、でこうやってなんちゅうん、なんちゅうのスマホが使われんとかね、なんかそういうのだったらまたこう絶不調になっていくんやね。ちょっとあれやな、ちょっとあかんわ、はい、ちょっと整理しようか、うん、っていうことで以上です。背中も痛いしな、はい、っていうことで以上です。いつもありがとうございます。失礼します。さよなら。チャンネル登録お願いします。